県は、泉市高尾の町の養鶏場のニワトリから鳥インフルエンザの陽性が確認されたと発表しました。県内の養鶏場での発生は今シーズン2例目です。県は、今朝対策本部を対策本部会議を開いて現状を報告し、対応を協議しました。県によりますと、昨日午後5時半ごろ、泉市高尾の町の養鶏場でニワトリがまとまって死んでいると通報がありました。 昨夜北薩家畜保健衛生所が簡易検査を実施したところ、診断ニワトリ13羽のうち1羽から A 型の鳥インフルエンザの陽性が確認されたということです。現在県が毒性の強い抗病原性かどうかなどを調べる遺伝子検査を行っていて、再度鳥インフルエンザが確認され次第、県は飼育されている7万羽を殺処分する予定です。

鶏や卵の移動自粛を呼びかけています。